こんにちは、レッドスノーです。今回なんですけども、宅地造成等規制法の監督処分について解説いたします。もう簡単に言えば、悪いことをしたら何かしらの処分受けますよね。まあ、その内容について解説いたします。で、ポイントについては、どんな処分があるのか、どんな監督処分があるのかっていうのと、どんな悪いことをしたら、どんな監督処分を受けるのか、つまり監督処分の原因となることは何なのか、また監督処分の相手、誰に対して処分がなされるのか、まあ、この3つをですね、頭に入れていく内容となります。ただこれっていうのは、まあ、読んでいただいて、まあ、納得できるんじゃないのかなと思うんですね。まあ、とりあえず覚えなければいけないんですけれども、まあ、内容を見ていただければ、まあ、納得できる内容だと思います。なので、まあ、一つ一つですね、解説していこうと思います。まず、監督処分の一つ目が、許可取り消しです。許可取り消し。で、どういった場合に許可取り消しになるのかっていうと、例えば、不正手段を使って許可を取ったと。例えば、申請書偽造したとか。まあ、そういった場合ですね。そういった場合、許可取り消しになります。あと、条件違反した場合。これも許可取り消しの対象となります。これは許可について条件が付されていた、条件付きで許可をもらっていた、その条件に違反したっていった場合は、これは許可取り消しを受ける可能性があるということです。じゃあ誰が許可取り消しの処分を受けるかっていうと、これは許可をもらっている人ですよね。許可もらっている人って誰かって言ったら、これは許可申請をした造成主です。造成主が知事に対して許可くださいって申請をするんですよね。で、それに対して知事が造成主に対して許可を与えるわけだから、許可取り消しを受けるのは誰かって言ったら、これは許可をもらった造成主ですよね。もうこれ当然の話です。他の人は許可もらってませんので、これは当然だと思います。で、続いて工事施工停止命令、まあ、工事やめてくださいねとか、また災害防止措置命令、災害防止するためにこんなことやってくださいね、あんなことやってくださいねといった命令です。で、これはどんな場合に工事をちょっと停止してください、やめてくださいっていう命令を受けるのか、また災害防止するためにこんなことしてください、あんなことしてくださいっていう命令を受けるのか、これは無許可で工事をした場合だったりとか、あと技術的基準に不適合の場合、または条件違反の場合、こういった場合、工事すると危ないからちょっと工事やめてください、一旦停止してください、またこのまま工事を進めたとしても、これは災害が発生する場合があるから、ちょっと災害が発生しないように何らかの措置、これやってくださいね、擁壁をちゃんとやってくださいね、みたいな感じで措置命令を行うと。で、これについては誰が命令されるかっていうと、造成主だったり請負人、請負人っていうのは工事施工者っていったイメージで大丈夫です。あと現場管理者、この請負人、現場管理者っていうのは実際に工事を行っている人たち、またはその会社って考えていただければ大丈夫です。まあ、これも当然ですよね。この人たちっていうのは実際に工事を行っている人だから、まあ、その人たちに対して工事やめてくださいねとか、ああやってくださいね、こうやってくださいねとかって命令するっていうのは当たり前ですよね。で、造成主っていうのは宅地造成に関する許可をもらった張本人ですよね。なので、まあ、この人に対してもこういった命令を行うっていうのは、まあ、当然だろうというふうに理解できるんじゃないのかなと思います。あとは宅地の使用禁止。これについてはどういった場合に宅地使っちゃダメですよってなるかっていうと、無許可で工事をした場合だったりとか、また技術的な基準に不適合だとか、あと完了検査未遂の場合、つまり完了検査をまだ受けていない、そういった時に使っているっていうのであれば、これは使用禁止ですよね。無許可で工事を行ってで宅地使っている、また技術的基準に不適合、基準を満たしていない。基準満たしていないってことは危ないってことです。危ないからその宅地は使わないでくださいね。また完了検査まだ行っていない。工事終わっていたとしても完了検査終わっていないってことは基準満たしているかどうかわからない状況ですよね。だからそういった宅地についてはまだ使っちゃダメですよ。使用禁止の命令。まあ、こういったことを行うことができるんですけれども、これについては造成主。造成主は宅地造成工事の許可を受けた張本人ですよね。まあ、この人はまあ当然かなってイメージできると思います。あとは所有者だったり、占有者だったり、管理者とか。まあ、こういった人に対して使用禁止の命令が下る場合もあるということですね。で、これについては同じ人の場合もあります。造成主がその宅地の所有者だったり、
またその宅地を使っている人もこの造成主と同じ人だったりみたいな感じで同じ場合もありますんで、まあ別々だった場合はそれぞれに対して使用禁止の命令が来たりもしますよっていう話ですね。なんでそれぞれの監督処分について、あ、どういった場合に行われるのかなっていうことが分かれば、誰に対して行うのかっていうのも意外とイメージはしやすいんじゃないのかなと思います。まあ一つ覚えておくっていうと、造成主についてはこれ全部監督処分の対象になっているので、まあこれはそのまま覚えていただいてもいいと思います。あとは、まあ、工事関連だったら工事をする人なんだな、あと宅地を使用しちゃダメですよっていう禁止命令であれば宅地を実際に使っている人関連ですよね。まあこのように関連する内容で頭に入れていくと頭に入れやすいと思いますんで、ぜひそのように覚えていきましょう。宅建試験は理解できれば合格できます。理解せずに勉強し続けたとしてもなかなか合格するのは難しいです。理解をすれば勉強は楽しくなるし、また合格もしやすくなります。具体例を使ったりイメージしたり理由付けをしたりして勉強を行っていくのが理解学習です。難しいな、何言ってるのか分かんないな、実力が上がってる実感がないな、もしそう思われているのであればぜひ個別指導をご検討ください。個別指導では理解学習を行って一段一段実力を上げていただくことが可能です。もしあなたが次の試験で合格したいというのであれば一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講お待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。